皆さんこんにちは。今回は次回から行う検証内容の項目と検証用に組み直した不等 X 異例タイプの冷凍庫 PC の構造を紹介します。検証するというのがこれまでの動作確認や結果整理で気になった CPU の個体差や低温環境での冷却性能の変化とかです。スケジュール的には以前パート10で話したいろいろ確認とかいうざっくりとした内容のところです。今回を含めておそらく4か5パートにわたっていろいろ見ていこうと思います。でまず前置きというかパート11、12で紹介した構造の冷凍庫 PC ですが一旦解体しました。検証したい内容はできる限り低温での動作を見たいのですが、あの構造だとあまり低温を作れなかったので、より低温環境を作れる従来の冷凍庫内に PC を組む構造に戻しました。あのケースやパネル、氷蓄熱は一時お休み、また使う機会が来るのでそれまで保管しておきます。でパート9までに気になったところというのがいくつかありました。いずれも今後の動作確認において動作周波数をより高くする、 CPU 温度をより低温にする、それらに関わると考えています。今のうちに解消なり解決なり、少なくとも現状把握はしておきたいところです。では検証したい内容を紹介します。まずは CPU の個体差、 CPU 個体としての良し悪しについてです。これはパート8の不等 X 異例におけるベンチマークなどの動作確認で紹介した。OC の設定でコア電圧を 1.450V に上げても、CPU の動作周波数 4.7GHz で動かせなかったことから出てきた点です。4.6GHz、1.375V 動作で CPU 温度が 80°C 以下と、まだ動作周波数を上げられるかなぁと思い、コア電圧を上げて 4.7GHz に挑戦しましたが、1.450V まで昇圧してもベンチマークを完走できませんでした。その時は OC の設定がまずいのかな、と思って OC の設定方法や実施例をくくってみたのですが、気になったのは今実験用に使っているこの CPU の個体としての良し悪しでした。実験用に使っている CPU は Core i7-6700K です。パーツ選定時は、一時はメジャーに使われていたものだし参考情報が多いだろう、と思って選びました。くくると参考になる記事がいくつか拝見できました。助かりますね。で、いくつか記事を見ていくと、計4つの 6700K で、核動作周波数でのベンチマークテストを完走できるコア電圧を計測するという、非常にピンポイントな、参考になる記事が2つありました。PC パーツの構成や使用されたベンチソフトが違うなど一概に比較はできませんが、それらの実施例では 4.7GHz 動作に必要なコア電圧は 1.32V 以下でした。私のは 1.450V に上げても完走しないんですが、そんなわけで個体の良し悪しをはっきりさせようと思い、参考にした記事と同じベンチソフトや測定方法で比較してみます。とはいえ PC パーツ構成で違ったりするので参考程度ですが、4つのデータと比較できるのはさすが 6700K って感じ。ちなみにですが仮に今使っている個体が外れだったとしても、特に対処する予定はありません。対処すると言っても当たりの CPU に買い替えるしかないわけですし、動作周波数が伸ばせないなら、今使っている CPU のままで CPU 温度や消費電力、熱抵抗をメインに評価しようと思います。あと OC の設定も見直します。CPU の個体に対しては特に対処しませんが、OC 設定を適正にできたら動作周波数がちょっとでも上がってくんないかなって思いでいろいろな設定を変更してみます。現在 OC として設定を変更している項目は、CPU レシオとコア電圧、CPU ロードラインキャリブレーション、基本的にはこれら3つです。他に 4.6GHz 動作時は電流や消費電力の制限設定に関わるなんとかリミットなども変更しましたが、これで全てです。ですが先ほどの CPU の個体関連と一緒に調べた OC の設定によると、他にも変更することもある項目がありましたので、そのあたりの設定もいじってみて、もう少しだけ 4.7GHz 動作を達成できないかあがいてみようと思います。で、その設定というのがスプレッドスペクトラム、Cステート、インテルスピードステップ、ベースクロック周波数、これら4つです。これらがどんな設定なのかは今回紹介を省きます。気になる方は私が参考にした記事等のリンクを概要欄に載せておきますのでそちらからどうぞ。一応ベースクロック周波数をどうするのかについてだけお話しすると、これまででは CPU の動作周波数を変えるのに CPU レシオをいじっていたのを、ベースクロック周波数を主体にするといった感じです。ベースクロック周波数はメモリの動作にも関係していてややこしいっぽいんですが、
この方針で OC されている記事がありましたので、それを真似してベースクロック周波数の方向から 4.7GHz を突破できないか試してみようと思います。ちなみに挙げた設定項目の他にも電圧関連で VCCIO や VCCSA というものやメモリの話かもしれませんが XMP というのもあるみたいですが、今は情報不足で扱いがわからないので触らない予定です。 VCCIO とかは電圧の値を決めるだけなんで目安がわかればできそうなんですが、その目安がわからず XMP を使うとそれらの値が自動設定されるっぽい。決まればそれを目安にできそうですが、このあたりはよくわかりません。今も勉強中なので、OC 設定を実際に変える動作確認前に私の理解が追いつけば、VCCIO なども触れるかもしれません。CPU の OC にメモリが関わってくるなら、メモリの動作も知らないと厳しいでしょうし、いずれはメモリの OC もやってみたいです。もしかして今が勉強するタイミングなのかな？OC の設定見直しについては、今はこんな感じで考えています。次は冷凍庫ならではの低温環境における冷却性能で気になった点です。これはパート2において、不凍液水冷やリテールクーラーの動作確認の結果を、熱抵抗という冷却性能を評価するための値で考えてみた時に気になったところで、常温時に比べて、低温だと熱抵抗が増加、冷却性能的には悪化しているということがわかりました。周りの空気の温度がすごい落ちたのに、CPU 温度は思いのほか落ちてくれない、というのを示しました。で、この傾向が不凍液水冷とリテールクーラーの両方で生じたので、異なるタイプの CPU クーラーで同じ傾向ということは、CPU クーラー以外の部分に原因がある、CPU 台とかの熱媒体とか CPU グリスかなーってなりました。そんなわけでから割りと、3種類の CPU グリスを比較してみようと思います。から割りの目的の一つが、例の熱媒体という低温特性がよくわからない要素の排除です。この後の CPU グリスのところで詳しく話しますが、CPU グリスには使用温度範囲があったので、よくわからない熱媒体を特性がわかる市販品に変えようという感じです。あともう一つの目的が、CPU 温度の低下、冷却性能向上です。から割りの本来の目的です。例の熱媒体は熱伝導率が低いので、比較的に高い熱伝導率のグリスに変えます。6700K における台とヒートスプレッダ間の熱媒体はソルダリングじゃなくて、CPU グリスみたいなポリマーのようです。ソルダリングはハンダ付けってことでしたっけ？ハンダ付けみたいな金属接触だと熱伝導がとても優秀です。最近の CPU はほとんどソルダリングなんで空割りの必要性が低いみたいなんですが、6700K ではシリコングリスみたいなポリマーなので、結構この熱媒体が CPU 冷却のボトルネックになるみたいです。先ほどの OC などについて調べた際にも 6700K の空割りをされていた記事もあり、CPU 温度が 10°C 下がったとかありました。顕著に効果が出るみたいなんで、とりあえず空割っちゃえって感じです。で、どうせ空割りするんならということで、台直にしようと思います。ヒートスプレッダ自体や、ヒートスプレッダと CPU クーラーの受熱ブロック間の CPU グリス、それらの要素をなくせるので、冷却システムをシンプルに考えられます。ひとまずは空割りを行う際は、熱媒体を今現在使っている MX4 に塗り替えて台直する予定です。この次に行うのが3種類の CPU グリスの比較です。先ほど話しましたが CPU グリスには使用温度範囲が示されたものがあります。で、私は冷凍庫 PC なんて使い方をしている関係で気になり、今使っている MX4 のスペック表を見てみたんですが、メーカーサイトを見た限り、使用温度範囲は示されていませんでした。もしかして低温時だと熱伝導とか特性変わるかも、と思ったので他の CPU グリスと比較することにしました。比較するのは今使っているアークティックの MX4、サーマルグリズリーのグリスタイプの製品と液体金属の製品、計3種です。アイドル動作時とベンチマーク時の CPU 温度を常温環境と低温環境でそれぞれ測定比較する予定です。比較時の CPU の状態は台直にしようと思います。要素が少ない方が判断しやすそうですし、CPU グリスの塗り方による影響も台のサイズでならそこまで大きくばらつかないだろうと考えています。常温環境下でのグリスの比較というと商品レビューみたいになりそうなんで普通に需要がありそうな話題ですが、低温環境下といってもマイナス20°C 程度ですが、その温度域での特性に関する需要はあるのかな。まあ私が知りたいのでやるんですけどね。最後は、これは動作確認や結果整理で気になったというわけではないのですが、
水冷加圧を別のものに変えて冷却性能の変化を見てみます。空割りなどをするので、もしかすると水冷 CPU クーラー側がボトルネックになるかもなので、水冷加圧による冷却性能への影響を確認します。まあ水冷加圧といっても変更するのはウォーターブロックと冷媒、ポンプの3つです。ラジエーターは触れません。しかもウォーターブロックは今の格安のものから、少し高価になったというものに変更です。サーマルテイクなどメジャーなメーカー品ではないので効果は未知数です。ブロックの放熱面の作りをサーマルテイクのものと比べると、試す2つは似たり寄ったり、というか今使用している方が比較的には作りが細かいような、格安品レビューになりそうですね。冷媒は冷却水に使用している不凍液の濃度を変えたもので比較します。氷点下以下で動かしたいので、PC 水冷用として売られている冷却水は使いません。比較するのは現在の凍結温度マイナス45度 C で調整した不凍液と、前回氷蓄熱用に作った凍結温度マイナス18度 C の不凍液です。あとただの水も比較するかもです。凍結温度が比較的に高くなるので冷凍庫の設定を緩める予定なので、環境温度のバリエーションは少なくなり、常温環境での比較が主体になりそうです。ポンプは以前導入しようとして失敗した 24V 駆動の汎用水中ポンプです。メジャーなメーカー品でも毎時1000リットルくらいなのでスペックだけならこっちの方が優位です。ただ駆動電圧が 24V で、消費電力が 70W くらいで、元々の用途が違うから無理やり組み込むという。で、結果的には前回失敗していますし、ポンプの比較は問題なく水冷システムに組み込めたら実施するといった流れになりそうです。それでこのポンプを導入するために、私は容器内にポンプを入れて密閉と配管をしているんですが、この容器が結構容量が大きくて、多くの冷媒が必要です。なんですがマイナス45度 C の不凍液は今の在庫的に準備できないので、ポンプを比較することになった場合は、凍結温度マイナス18度 C の不凍液か、ただの水で実施する予定です。導入できたらの話ですけどね。検証したい内容は以上です。で、検証するために組み直した冷凍庫 PC はこんな感じです。以前製作した不凍液水冷タイプの冷凍庫 PC のマザーボードの設置向きを変更しました。以前は垂直でしたが、今回は CPU グリスの比較で液体金属を使用するので水平にしました。液体金属は高い熱伝導率がある一方で導電性があるので、誤って通電部に垂れてしまうと短絡故障につながります。水平にして重力で変に垂れたりしないように、という安全策です。で、マザーボードを水平にすると冷凍庫内のスペースにぴったし入る感じ。ATX24 ピンや HDMI のケーブルが刺せるように、というか届くように課題を高くしてあります。ラジエーターのスペースはマザーボードの下です。変な配置ですね。で、庫内に収まるようにリザーバータンクやポンプの位置を調節して、試しに注水、水漏れチェックです。まあ漏れませんね。以前までの不凍液水冷では冷凍庫内に PC を設置、ケーブル等を接続してから冷媒を入れていましたが、今回は冷凍庫外でまず注水して、水冷システムが準備できたら庫内に移動、ケーブル等を接続という順にしました。マザーボードが庫内の中蓋みたいになっていて作業スペースは取れないですし、水漏れが起きても対処しにくいので、先に準備を整えるようにしたって感じです。運搬もしやすいように臨時の取っ手もつけてみました。庫内設置後は外しちゃっています。設置するとぎゅうぎゅうですね。まあ外見だけでマザーボードの下は結構スペースがあるんですけどね。あ、そういえば結露対策の一環で追加したものがありまして、ラジエーター下に冷媒加熱用のペルチェ素子をつけました。実は前回の構造の時点で追加していたんですが、前回は説明項目が多かったので省いちゃいました。で、加熱用といっても使うのは結露の心配が最も大きい、冷凍庫を止めて低温から常温に戻す時のみです。PC を動かす時みたいな冷媒を低温維持したい時は使いません。ペルチェ素子とか使っても結果的には発熱優位な機器ですし、冷凍庫稼働中に使っても負荷を高めるだけでしょう。で、どうして加熱するかですが、実はパート7とかの不凍液水冷の動作確認終了時、低温から常温に戻そうとすると、周りの空気の温度が上がっていっても、冷媒は冷えたままでなかなか所用してくれませんでした。周りが暖かいのに PC パーツに間接的に接する冷媒が冷たいままなので、結露しそうでヒヤヒヤしました。そんなわけでペルチェ素子で加熱しました。使ってみると結構効果がありました。
空気より冷媒が暖かい状態を維持できるようになったので、ひとまず一安心です。あとは見た目要素で LED テープを追加しました。以前まではなんとなく暗かったですし、というか使っていた LED テープがバイクのカスタムで使っていた流用品という。どうせなので冷凍庫 PC 用に準備しました。ついでにマザーボードに接続する CPU ファンも LED で点灯するものにしています。このファンはマザーボード下に設置したラジエーターにつけるので、冷凍庫に入れると直接は見えなくなります。直視できなくても LED の光でファンが動いているから間接的にわかるって感じです。と真っ当な理由も挙げられますが、なんとなく光っている方がいいかな、という気持ちもありました。で、冷凍庫に蓋をして、LED を点灯、なんとなく部屋の明かりを消すと、明るい冷凍庫の完成です。なんか予想していなかったものになりました。近くで写真を撮ると地味に綺麗。一体何を目指しているんでしょう。まあ PC の様子が分かりやすくなったと思うので、実験的に良かった良かったです。外観や構造は以上、動作がどうなったかも見てみましょう。ベンチマークでスコア、CPU 温度、消費電力を計測して、CPU 温度と消費電力、それぞれの最大値と庫内の空気温度から熱抵抗を算出しました。その結果は、大きな変化はない、と判断しました。見るからに配置が変わったのですが、それでも熱抵抗が変わらないというと、配置とかの影響よりももっと支配的な要素が他にあるってことでしょうか。やっぱり CPU グリスあたり?まあそれらはおのずと分かっていくことでしょう。私自身どうなるかは今から楽しみですね。あと、変化が見られないという結果をもって以前の不等液水冷とひとまず同じようなものとして、これまでの動作確認の延長線上、繋がっているもの、そんな感じで扱おうと思います。以上、次回以降検証していく内容と、検証用に用意した不等液水冷タイプの冷凍庫 PC の紹介でした。結構気になっていたことが溜まっていたようで、検証内容も増えてしまいました。おそらく次回以降4パートくらいはこんな検証パートになる予定で、これまでと比べると目新しさは抑え気味になりますが、よくあるグリスや水冷パーツの比較、プラス冷凍環境って感じの謎な組み合わせで進行していきます。いずれの検証も今後役に立つでしょうからのんびりこなしていこうと思いますのでよろしくお願いします。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。